アローラ球根は試合開始時はアローラロコンから始まり、レベル4でアローラ球根へ進化します。スキルは粉雪と凍える風から選択します。特徴としては序盤から強い状態異常技を持ち、スキルレベルの強化が全体のポケモンで速い方なのが特徴です。粉雪は指定方向の線状系エリア内の敵にダメージと移動速度低下を付与します。クールダウンが5秒なのが魅力的です。雪なだれは指定方向へ氷の岩を出現させ、通り抜け不可能なオブジェクトを生成します。最初にルート上の敵にダメージを与え、氷のオブジェクトが消えるタイミングで周囲の敵に再度ダメージを与えます。スキルを強化すると移動速度低下が追加で付与されます。マジカルシャインは指定方向の線状系エリア内の敵すべてにダメージとミニスタンを付与します。中立のポケモンにも有効です。スキル強化時は行動不可能な時間が増加すると記載がありますが、見てわかる通り持続時間が全く伸びていません。凍える風は指定方向に冷気を飛ばし、ルート上の敵すべてにダメージと移動速度低下、対象をノックバックさせます。吹雪は指定方向に2回ダメージ判定があり、スキルを発動した瞬間ルート上の敵すべてにダメージが発生し、2回目の吹雪で対象をノックバックさせます。諸外物に当たった時の挙動はアルファテストの時は目に見えてエフェクトがありましたが、現在は消えているようです。オーロラベールは自身を中心にフィールドを展開し、フィールド内にいる味方全員はダメージ軽減を獲得、自身は移動速度が増加します。ダメージは見てわかる通りだいたい 25% ほどカットしています。フィールド内にいる時、通常攻撃のすべてが強化攻撃になります。ユナイト技のサークルネージュは範囲内の敵すべてに大ダメージを与えます。対象が凍っている場合 150% のダメージになりますが、狙うのはとてもシビアです。2回通常攻撃を行うと次の通常攻撃が強化され、攻撃した対象とその後ろにいる敵にダメージと移動速度低下、パッシブのマークを付与します。ちなみに強化攻撃のタイミングは設定の中の操作設定、この中の強化攻撃の表示をオンにすると出るようになります。パッシブの雪降らしは数秒間に1回近場の敵1名に対して雪を降らせ、ダメージと移動速度低下、氷状態のマークを付与します。このパッシブは敵の視界を取っていない場合でも自動で発動するので、茂みに隠れている敵にも有効です。氷マークが4個貯まると敵が氷結状態になります。最初に取得する技はダメージ、クールダウンから粉雪が圧倒的に強いかと思います。続けてレベル4のタイミングではマジカルシャインか雪なだれ、こちらは共に素晴らしいスキルですのでお好みですが、個人的には雪なだれ。そしてレベル6、こちらでは圧倒的に汎用性が高くチームにも貢献できるオーロラベールをおすすめしています。以上がポケモンユナイトのアローラ球根の簡単な技解説になりました。序盤からかなり強い初心者向けのポケモンになりますので、ぜひ一度使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。